あ、入場無料って書いてあるし、え、超嬉しい。めっちゃ綺麗じゃね、なんか多分、16時がやってたんだ。16時半、綺麗。でもこれトリックなんですよ。どっち行く？なんかこっちの方が暗いからさ、後で楽しみを残す意味ではいいかもしれない。結構赤くない？いや、いいね、人少なくて。でも京都でもこのレベルで全然あるからな。今日結構京都にもありそうなぐらい。その公共交通気をつける。絶対にかかんないです。いや、もうベッドをまず確認する。上にしていなかったら安心なの。なんかね、流れを感じるよね。やぶって言わないで。竹林、竹林とかってこうなんかもう少しいいワードにしてよ。かわいい。やぶはなんかもっとずさんな感じというかさ、しない？いや、なんか別に名字にやぶって入ってる。超いいね。ここで行き止まりなのか。竹細工いいね。だからみんな花火の柄とかあったりして、やっぱりみんな違うみたいな。ああ、そうだね。やっぱ城山って言ってるぐらいだから城として歩かせんのかな。結構暗いね。